確かに。さあ、続いてやってまいりましょう。ちょっとね、収録をミスしてしまったんですよ。友人からの LINE がね、もろに入っちゃったので、はい。ということで、2回目はですね、2回目って言っちゃったね。はい。奈良の次ですね、アースラやっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。アースラも、あれだよね。足すごいよね。もう、ただただタコだもんね。もうリトルマーメイドってもう、いつだろうな、多分小学生くらいに1回見て以来もう見たことがないんで、なんか日本人の声だと、なんかものすごくこう、しゃがれた声の人が演じてたっていうような記憶くらいしかないんですけどね。あんたの声をもらうよーみたいな。そう、こういうことになるんですよ。どういうことだよってね。ナイスツッコミですね。お、くる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 。あ、結構消してくれるな。なんか、アースラって、まあ、僕がスキルをそんなに育てられてないっていうのもあったんですけど、大して消せない、積むと思ってたんですけど、20超え余裕でしてくれますね。うん、これは、結構いいですね。実はさっき収録した時は、いや、アースラ使えないっすよ、とかって言ったけど、あ、使えるんだ。使えたね。くる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 。アースラって確か本編で最後めちゃめちゃでかくなって襲ってくるんでしたっけ？なんかクラークみたいな感じになって、ハイカリで言うところの。うん。そんな気がしますね。じゃあ行きましょうか。くる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 。ジュイン。すごい、優秀優秀。レベルが8しかないのに12万点もこう稼がせるようだったら結構優秀だと思いますよ。うん。ぜひね、アースラ手に入れたら。紫ツムのミッションってやった時に、紫のツムのキャラって結構少ないんですよ。そうなった時に、もしアースラ持ってたらこれ重宝かなりできますね。うん。いい発見をしました。と、個人的に思いますね。ということで、回しましょう。ラストくるくる。いい、あ。残念。いやー、いい感じでしたね。100個以上、あ、110個。あ、なかなかいいですね。はい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 。オッケー。で、これ198まで行ったんですけど、時間内に行ける？あと5分で2回しかプレイできない。まあ、なんとかやってやりましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。